こんにちははピククチャレスクですすすごご覧いいいきままましししてどううもありがとうございますよろしくお願いします、はい、今回はですね、ここ最近ですね、解禁というか、あのね、始まった映画がありまして、ちょっとね、このコロナ禍の中なんですけれども、あのね、人数の少ない、ポツンポツンとしかもう本当にあの数人しかいない中で、夜の部でですね、あの平日っていう感じで、ちょっとね、見たいなと思ってみました。 気をつけて見て見きましたそしてですねあのねちょっとその簡単な感想なんですけどまあいろいろ人によって感想いろいろあると思うんですけど私がただ一つここここがこの映画が良かったって思った部分ですねそれがですねまあちょといろいろこの主人公は危機にあのねあのやっぱり映画とかってそういう場面が多いんですけれどもちょっと絶対絶命的な感じになる時にねあのもともとこの 仕立屋さんのテイラーの息子さんのが主人公なんですよね。その息子さんって言ってもだいぶ、あのね、あの、年齢的には何歳ぐらいなのかな、40、50ぐらいかな、の役だと思うんですけれども、で、お父さんも出てくるんですけどもね、で、そのお父さんの引き,引き継いで息子さんがやってるっていう、そのテイラーのあの仕立て屋さんが主人公なんですけれども、そのね、この一番ここが良かったなっていう、その、 の部分っていうのはそのやばい時っていうかねもうあのピンチそんな時にテーラーの下立屋さんとしてずっとやってきた人らしい佇まい振る舞いそんな感じがあのそんな中にも出ているっていうところですね例えば一つ簡単な感じで言うとですねあのバラバラになったごちゃごちゃになったのの後片付けっていうことの ととこころにもきちんとスーツを着こなしてでそのスーツの,あのポケットの中からチーフを取り出してそのチーフでチリを払うそんな感じのね使い方をしているところとかそういうところがもういかにもその身に染みた感じ身についたその職業のねあのそのもう本当その人そのものがもう人生そのものがそういうことをお仕事としてやってきた人のたたずまいとか なんかね仕草とかですねそんな感じをすごくあの感じる部分が良かったと私は思いましたっていうことでちょっと簡単なプチレビューになりますけれどもあの一番印象に残った部分っていうことでそうあのちょっとねピックアップしたのがその部分でしたありがとうございました